皆さんおはようございます。今日はリスカーレ、リスカーレという言葉だけ、これを覚えておいてください。申し遅れました。私、ジャストインケースという保険スタートアップの畑と申します。私の会社は助けられ助ける喜びを全ての人へ、これをビジョンに掲げる、保険スタートアップです。これを見られている方々は不安、リスク、ああどうしよう、ああこんな風になったらどうしようと毎日悩んでいませんか。この極限化の状況において、私は不安があるように見えますか？見えないでしょう。全然大丈夫でしょう。これは私がリスクを理解しているからです。リスクとは、語源はイタリア語のリスカーレというのが語源です。リスカーレとはイタリア人が大航海時代において、この海の向こうに何があるんや、挑戦をすることから始まった、それがリスカーレです。私は不安はないです。なぜならリスカーレを理解しているからです。ありがとうございました。